第二スタジオから IPO のコーナーをお送りいたします、えー。ゲストをお迎えしています。えー、本日東証グロース市場に新規上場しました証券コードが5591アビレン代表取締役高橋幸太郎さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。えー、株価を見ましたら、はいえー、公開価格が2120円。はい、それに対して発値が17%高くなってまして、はい、2482円でつきました。はい もう順調に取引が始ままってますどいすすううそうですねあの、投資家、株主の皆様の期待の表れだと思っておりますので、うん、えここからさら、ね、に成長させていきたいと思っておりますので、引き続き、よろしくお願いいたします、えーまあ、人気のスタートを切りましたアビレン、一体どんな会社なのか、まず自己紹介からお願いしましょう、事 <laughs> 業内容のご紹介ですね。はい はいいありがとうございます、えー、我々の会社なんですけれども、はい、最新のテクノロジーの多くの人へというビジョンを掲げております。 AI はですね長期的にあらゆるソフトウェアにですね搭載されて多くのものを自動化そして効率化していくというふうに思っております。で我々はこの AI そしてデータアルゴリズムにフォーカスしてその最新のテクノロジーをより多くの人そして事業で当たり前になるようにさまざまな事業を行っております。 我々の事業なんですけれども一言で言いますと AI ソリューションを提供しておりますで特にですねさまざまな領域の AI 技術これをカスタムしてお客様に提供するカスタマイズ型 AI ソフトウェアというものを中心に SARS であるですねパッケージ型の AI ソフトウェアであったり AI の組織開発を実現するビルドアップパッケージの展開なんかをしております。でそれぞれぞですね幅広い技術のコアモジュールが存在しておりまして えー、おるのがですねポイントでございまして、えー、我々のコアであるカスタマイズ型の A ソフトウェアにおきましてはジーニアインストラクティアというような今話題の生成 AI 関連のモジュールをはじめとして、えー、複数のモジュールを展開しています。 でパッケージ型のウェアソフトウェアにおきましてはチャット g p t とです、ね、我々のモジュールを組み合わせた SARS サ,サービスであるチャットミープロというものを中心に、うん、特許取得済みのものを4件、えー、持っておるというような状況です。でビルダーパッパケージに関しましまてはああ AI、DI DX 組織開発ロードマップというですねいわゆる組織をどのように作っていけばいいのかというですねあの構造を明確にしていくようなコンサルティングのパッケージからですねビジネスマンにデータサイエンス AI の知見をですねつけてもらうような e ラーニングのパッケージそして AI エンジニアデータサイエンティストを育成するようなエンジニア向けの e ラーニングパッケージなんかを展開しております。 我々ですね幅広い技術のコアモジュールを活用しまして特定の業界に限定されない幅広い顧客の課題を捉えてそして効率的かつマルルチモダルなソフトウェアの開発を実現していますでポイントになりますのが技術の最新性を担保しておるというようなところでございまして本当に AI 技術発展がですねかなり早いような状況でございますけれども我々ですねプロジェクトの際にしっかりと新たな技術もリサーチした上で臨んで ですね、技術をアップデートしていっておるというところもありますので、うん、そういったところでほで、ねえー、他で解けなかった課題を解くというようなことも実現してきてきおるところでございますわかりました。はい まあ AI ソリューションビジネスをまあ幅広い分野で幅広いお客さんに提供をなさっているというふうなまとめ方でいいのかなと思うんですがありがとうございますそのビジネスをベースにですね業績の方はどうなっているのかっていうところを次にお話しいきたいと思いますえグラフ持ってきていただきましたえ過去5期間の推移になっていますは、え、い、ー まだ六六期目なんですね。そうですね。まあ創業からまだそんなに経ってない企業でございます。な,ね、なかなかまだまだ若い会社。はい、えでも売上はきちっと伸びてます。利益も出てます、はい。ということでしょうか。はい。 ありがとうございますそうですねあの一度創業以降ですね決算変更しておりましてま、はい、それを標準化したあのものになっているんですけれども、うん、こちらですね売上と我々の営業利益をプロットしたものになっておりましてまず創業以来実質ずっと黒字と継続しておるという点でまあ、非常に稀な企業かなというふうに認識しております、うん、またですね売上に関しても高い成長率を実現しておるというような状況です、うん、でさらにですねあの こちらが我々の KPI なんですけれども取引者数が二百七十六社二十二年ですね二百七十六社新規取引者数が百二十五社と非常にあの成長させることができておりましてさらに昨年度取引をして今年も取引をしているというような、うん、まああのリピートしてくれているお客様も結構おりまして継続率で言いますと八十二点六パーセントと非常に高い状況ですで他にもですね売上高の成長率売上総利益率そして営業利益成長率に関しましても非常に高い。 水準で推移させることができておるという風に認識しております。わかりました。えー、まあ、その好調、はい、成長期に入っているですね。御社のビジネスモデルの特徴と強みということなんですけれども、はい、まあ、えー、アビレンユニークな点と、はい、一体何かというご紹介いただきましょうか。はい、はい、ありがとうございます。 ですね、まず我々のユニークなポイントの一つ目なんですけれどもあの本当に AI を導入していくときに、まあ、人材不足というのが非常に大きな理由として上がるんですけれども我々ですね AI エンジニアだったり、まあ、データサイエンスについて研究している方々を集めたですねアビリン d s スハブというですねコミュニティを持っておると。 いいう点点が非常にユニークな点でございます、うん、東京大学をはじめとした大学大学院で AI の研究をです、ね、あのしている人たちが日々あの我々に応募してくれるような状況を作ることができておりましてそれに対してです、ね、あの我々独自のテストで6%以下にに絞った、まあ、非常に強力な方々が属していますで彼らが我々の AI ソフトウェアの開発であったりビルドアップパッケージの展開なんかを支援してくれておりまして、うん、まあ優秀な技術者を確保するという点で非常に強くなってますと。 でさらにですねこの中で我々と共に働いていく中でプロジェクトの面白さであったり我々の会社のカルチャーそしてですねあの自己の成長といったところでアビレンいいなと思っていただけることもですねありましてこれまでですねここから22名の優秀な人材の正社員の採用ということも実現ができております。でこの22名ただだ優秀ななけでではなくてですね、うん 我々とともに1年2年働いてから入社というところですのでポテンシャルに加えて経験もあって入社というところで、まあ、即戦力であるということ、うん、そしてエージェントフィートもかかりませんので採用コストとしても低いということそして1年2年我々とともに働いてから入社してますのでギャップが少なくてですねエンゲージメント的にも強力だというところで総じて非常にユニークかつ強力なエコシステムが実現できておるというような状況でございます。 でさらにもう1つユニークなポイントというのが、まあ、まさにですね AI 取り組もうとしている会社非常に多いですけれども人、スキルが足りないというところで市場は伸びているものの、まあ、なかなか取り組めないとでそういった状況に対して我々ビルドアップパッケージを持っていますのでそれを活用してですねあのお客様これから AI を取り組んでいこうという数多くのお客様にですね AI をあの活用していく支援をすることができていますと。と でそこで始まって終わりではなくてカスタマイズ型やソフトウェアであったりとかバケージ型の AI ソフトウェアといったようなところまで一気通貫で支援できると。 いいいうところがでですすね我々の非常に強いポイントでございますで実際にですねビルドアップパッケージで入って支援をして終わりではなくてうん、うん、パッケージ型のソフトウェアであったりとかカスタマイズ型の AI ソフトウェアに展開していってクロスセルアップセルを実現する、まあ、お客様も総合的に支援することができておりましてビルドアップパッケージもですね1回で終わりではなく全社的に導入していくというようなリピートをすると。 いうことで、まあ累計ですね80％を超えた継続率を実現しているという点もですねえ非常に強いポイントでございます。わかりました。まあそうしたユニークポイントを強みに、はい、今後どんな成長戦略を描いていらっしゃるのか。 ごご紹介いいいただきまましょううかはい、ありがとうございますこちらはです、ね、我々の成長戦略でございまして我々中長期的にですね3つのエンジンでの成長を考えております。で1つ目が既存取引先のの最大化ということで我々これまでにですね530社以上の企業様の支援させていただいておりますけれども、まあ、そういったところにですねビルドアップソフトウェア展開しておりますけれども AI でできることをど,んど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 ん増えていっておりますしデジタル化などの AI を使っていく上で非常に 非常に良い掃除も出来上がってきていますのでさらにいろんなところで,です、ね、支援をして LTV を大きくしていくと 2>,、うん、で2つ目がです、ね、チャットミー、チャットミープロのような我々のパッケージ型のソフトウェアがございますけれども、うん、既存顧客先そして販売パートナーもおりますので、うん、それらを活用してしっかりと多くの方へ使っていただくというようなところが2段目の成長のエンジン、うん、そして3つ目が、ね、M&A とパートナーリングによってさらにです、ね、大きくしていくというところでございます。 でパートナリングと M&A に関してなんですが特にあの戦略的な資本関係の構築に関しては既にですね何社か実現しておりまして日本一世キャピタル様であったり大塚商会様などをはじめとして、うん、あの事業上のシナジーを中心に資本参画いただきまして例えば左側の企業様ですと。 さまざまな業界のトップレイヤートップレイヤーということでいろんな AI をですね活用していくところでのシナジーそして上がの大塚商会様ですと<お>共に販売していくというようなシナジーというところでの連携をしています。M&A に関しましまては我々の それを上げていこう,うん、うん、強くしていこうというような目的であったりとか、うん、AI を活用することによってバリアアップできるようなあの企業様結構いらっしゃいますのでデータを持っているけど活用できていないとそういった企業をです、ね、長期的には M&A していくことでさらなる成長を遂げていきたいというふうに考えております、うんえー、大塚商会、あるいは日本郵政キャピタル、はい、そして三菱 UFJ 信託と。 かなりはい、ビッグな名前が上がってますよね。はい、ありがとうございます。ね、これは強火でしょうかね。はい。わ、えー、かりました。えー、最後に、はい、あの投資家、株主の皆さんにですね、はい、メッセージを送っていただきましょう。はい。こちらのカメラからお願いいたします。はい、はい、そうですね。もう生成セイが今まさに市場を逃げしているところではございますけれども、え、うん、これでもですねまだ。 AI の完成形ではないというふうに考えていますこれからも技術は進化してさらに多くのことが効率化そして自動化していくことは間違いないですで、その活用には価値観であったりとか人そしてプロセスの変革そしてですねプロセスの変革に基づいた最高の AI のシステムということに投資するということが必要になってきますで、我々はテクノロジーをしっかり深く理解してですねその変革をし 支援していきたいというふうに考えております。で、投資するということには本当にさまざまな目的があろうかなというふうに思っておりますが、ぜひですねこのビジョンを応援してですねその達成に向けてともに進めますと非常によろしく思います。これからもよろしくお願いいたします。え、二十八歳だったですよね。そうですね。はい、非常にお若い社長さんで、はい、まあ、えー、若い社長さんが引っ張る若い企業ということで。はい なかなか興味深いですねありがとうございますえ本日東証グロース市場に新規上場しましたアビレンの代表取締役、えー、高橋幸太郎さんにおいでいただきましたあり,まありがとうございました